どうも、チャックバスです。今、ニューヨークのマンハッタンについてね、今日はあちらの4ポイントバイシェラトンタイムズスクエアに宿泊します。こちらはですね、今回私はニューヨーク滞在2回するんですけど、その当日にね、さっき予約しました。当日に予約すると何がいいかっていうと、本当にホテルっていうのは空室があっても意味ないっていうことって結構価格下げて投げ売るんですね。今回合計で202ドル、表示は150ドルぐらいで、税金とか全部込み込みで202ドルで取ることができました。ニューヨークホテルすごい高いんで、こちらも基本的には300ドル、3万円以上するホテルなんですけど、当日予約ってことでね、安く取ることができました。それではね、チェックインしていきたいと思います。それではチェックイン完了して、今から部屋に入りたいと思います。24階7号室。はい、部屋の中に入りました。ちょっとそのままやろうとは思ったんですけど、残念ながら電気がついてなかったんで、ちょっと取り直しました。部屋はこんな感じになっております。今回は一人で宿泊だったんですけども、高フロアの無料アップグレードプラスこちらですね、お手洗いと一緒になっているバスタブですねをリクエストしたので、こういう感じになっております。アメニティはこんな感じですね。ニューヨークで一泊200ドルで、エンパイアステートビル映ってますかね、見えてますかね。むちゃくちゃ綺麗ですね。最高です。どうも、チャックバス。本日はシェラトンで泊まりたいと思います。これからね、ホテルに行きたいと思います。今回一人で宿泊だったんですけど、バスタブをリクエストしたら2ベッドルームになりましたね。これマンハッタンのど真ん中で泊まれてるっていうことで、今回は1泊2万9000円ぐらいだったんですかね。仕方ないでしょう。今日は金曜日なんでね、ではこんな感じとなっております。少しはお分かりいただけたでしょうか。で、スタブがこんな感じです。すごく綺麗ですね、ニューヨークの中では。以上、4ポイントバイシェラトンとなっております。これいいですかね。アメニティはごく最小限です。歯ブラシもないですね。多分
言えばねもらえるかと思うんですけども、言わないと多分もらえないと思いますね。こんな感じです。はい。でゴールド会員でもう朝食とレイトテイクアウトもですね2時までに変更になったはずなんですけども、なぜか4時までいいですよって言われたので4時までね利用できれば利用したいなと思います。こちらがシェラトンだと、あ、スタバじゃないですね、スタバじゃないコーヒーが無料でついております。あとはフリー Wi-Fi ですねついております。こんな感じです。今ニューヨークは朝を迎えています。今回こちらに泊まった4 points by シェラトンなんですけども、目の前にねこういう風にレストランがとバー兼バーみたいなのが一緒にあって、このホテルの前にもね24時間なんでしょうね、昨日の夜中もかかったんでずっと音楽がねかかっております。ザ・ニューヨークっていう感じがしていいですよね。このビル群のど真ん中に立ってるっていう感じですね。ここはニューヨークでもロアマンハッタン、ウォール街のそばなので夜はね人通りが少ないんですけども、このバーがあるっていうことでまあまあ人は夜中でもいました。でタクシーも普通に来てくれますんでね、普通のホテルとなっております。チェックアウトいたしました。今回泊まった4 points by シェラトン良かったですね、うん、夜でもここら辺がこのオープンパブリックになったりとか、目の前がねバーとレストランあったりとかね遅く着いても食べるところとかに泊まらないっていうことで、ね、とっても良かったです。はい、それではね今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。もし役に立ったという方、高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた。